はいこんにちは。ゆひこれ。それでは今回なんですけども、楽天市場で10月からのお買い物の楽天カードが圧倒的にお得、キャッシュレス消費者還元での還元率やポイントなど簡単に解説ということで、ここ何日か続いた楽天シリーズなんですが、これでラストですね。今回はインターネットショッピングの楽天市場をピックアップしてお伝えしていこうと思います。 ま、いつものごとくおさらいなんですけども、今回は少し違います。10月からの増税に伴い、国が行うキャッシュレッシュ消費者還元事業という取り組みがスタートします。そこで楽天市場も還元の対象となっていまして、今出てるこんな感じなんですけども、対象のクレジットカードで楽天市場でのお買い物が5%還元ということですね。 いや、いいですね。全部5%で統一してくれると、把握がしやすいな、というふうに思いました。まあ、そして、少し下にも出ているんですけども、楽天会員ならポイントプラス1倍、楽天カードのお買い物でプラス2倍、そして、なんと、合計8倍以上が、通常の状態で還元されるということですね。いや、これすごいですよね。 この5%還元を受け取る方法の流れなんですけども、こんな感じです。順番にお伝えすると、3つのステップで簡単にできます。まず、ステップ1、左上の赤枠のところなんですけども、楽天市場の対象ショップで商品を選ぶ。ちょっと画像が小さくて申し訳ないんですが、対象商品にはキャッシュレス消費者還元のアイコンが出ているので、それが目印となります。ステップ2、対象のクレジットカードで決済。もちろんですね、今回の目的でも、キャッシュレスということですので、決済方法 で必ずクレジットカードを選択しますあとは待つだけで5%還元という流れですね。まあ、楽天市場でお買い物をしたら翌々月の22日頃にポイントが付与されるという流れになっています。 ちなみに先ほど少し出ていましたが、楽天市場でのキャッシュレス消費者還元の対象ショップの見つけ方ですが、これも結構シンプルで、まあ左上の赤枠のところなんですけども、まず商品を検索する際の左側にキャッシュレス5%還元対象というチェックを入れる項目があるので、そこにチェックを入れます。 そしたら、右の画像のように、キャッシュレス消費者還元対象の商品が一覧でバッとこう並ぶようになるので、比較的検索自体はかなりまあしやすいのかなというふうに思います。 そして今回何と言ってもこれですよね。通常のクレジットカードでも十分お得なんですが、楽天カードで決済した場合は、楽天市場でのお買い物だと若干プラスアルファがあるんですよね。まあもう画像にも出てる通りなんですけども、10万円分のお買い物をしたら、他社のクレジットカードだと6000円分、そして楽天カードだったらなんと8000円分が還元されます。 楽天カードの還元が高い理由は下にも出てるんですけども、キャッシュレス還元、そして楽天市場通常ポイント、そして SPU 楽天カードご利用ポイント、この3つを合わせて最低でも8倍はもらえます。まあ、あとは楽天銀行ですとか楽天モバイル、あとは楽天ゴールドカードなど持ってる方はさらにポイントが還元されますね。まあ現在楽天のスーパーポイントアップは最大16倍ですが、10月からもいろいろと変わるみたいなので、まあそれこそ楽天経済圏の方はかなりえげつないことを にななななるんじゃいいかとと思いますすのででちょっと面白そうですよねあと、残り細かい情報だけサクッとお伝えします。今回還元されるポイントっていうのは楽天スーパーポイントの通常ポイントです。還元率は先ほどもお伝えした5%。ポイント付与はポイント講座。新定義は決済した翌々月の22日頃。上限は1万5000ポイント。ちなみに今回は楽天ビジネスカード、楽天バーチャルプリペイドカードのご利用は対象外となってますのでお気をつけください。まあそんなこんなで今回は 楽天市場の還元についてサクッとまとめました。これまで楽天ペイ、楽天エディ、楽天クレジットカード、楽天銀行デビットカードについてまとめましたが、このような楽天市場のようなネットショッピングの場合は5%還元で統一してくれるっていうのは結構把握しやすい印象でした。まあ、全部が全部のお店でお得になるというわけではないと思いますが、全体的に考えてお得になるなというふうに思います。まだ楽天市場自体も10月にならないとどんなページの表示になるか、まあ、ちょっと未知なところ ではあるんですが実際にまあ僕も使ってまあそれをまたどこかのタイミングで動画にしてみたいなと思いますまあぜひですね楽天市場を利用されている方はいらっしゃいましたら下の概要欄に今回の公式ページのリンク貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました